わかった。こうか。お！そういうことか。乗り越えます。おっと。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は週刊デアゴスティーニアイアンマンの44号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。ちょっとね、厚めのパーツになっております。そしてアイアンマンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。この時にね、ネジがいつもアイアンマンはこの中じゃなくてこれとこの中に入っちゃうけん、いつもね、なくしそうになるんだよね。だけどいつもね、開けた時にネジがないってなるのはそのせいだったんだ。この中に入れてくれたらいいのね。今頃44号でやっと気がつきました。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。今回はなんかキツネの目、これキツネみたいなパーツが届いております。それでは早速作っていきます。あ、なんかなんだ、お、かっこいい。軽いけど今回は左のすねを組み立てる7、左すねガード上を取り付けて左の膝下を完成させます。じゃあいよいよこの右か、左下、左の膝下ができるそうです。このところが頑張っていきましょい。じゃあパーツの確認します。サイドプレート、これ目じゃないね。サイドプレートの右目がちゃんと L と R のない L1 と L2 だ。 L1 が右です。 L2 が左。そして左すねガード、これも軽いですね。レッグジョイントキャップ、名前もかっこいい、見た目もかっこいいけど。で、両面テープが2個1個しかなかったよ。1個しかなかったよね。これが2個みたいです。あった、予備1。PM ネジが3本入っております。じゃあまずですね、黄色のこの両面テープを剥がして、これの裏側のここの先っぽのところに貼るみたいです。剥がせれるかな？はい、来ました。これをどこら辺ってことはない。この辺、内側に5ミリぐらいのところに貼ります。ここかな。全然5ミリじゃない。そしたらこれをね開くようにしてすねガードに合わせながらかぶせる。重っ。ここですね、ここにこう、ちょっと待って、ここに2つのピンがあるから、ここの2つと合わせてこんな感じでかぶせます。両面テープ剥がさんの？剥がすわ。両面テープはもう剥がしちゃいます。はい。ほんで、ここのなんか溝が、ん？どのラインかな？ここを見たときに、あ、こことこれが合うようにするんかな？こことここが。っぽいな。よし。じゃあ、つけます。こうだね。こうだ。で、2個の2個のピンが入った？これで入ったかな？2個のピンはかぶせました。39の1の端を乗り越えるようにしてセットする。乗り越える。これでいいよね。これがきちんとセットされているか。わかった。こうか。お！そういうことか。乗り越えます。おっと。こうだ。パチンパチンだね。いいでしょう。びっくりした。すごい。乗り越えるって初めてやったんだけど。そしたらさっきここにやったやつを密着させて、で EM ネジをここに両側2箇所ネジ止めします。まさか乗り越えると思わんかったね。おでもまあ、硬いやつじゃなかったっけ？そんなに硬いパーツじゃなかったので、軽々と乗り越えました。やたら乗り越えるを使う。はい。ここに EM ネジして、だいぶ、膝だね。すね。すねっていうか、膝だよね。なぜ膝と言わずに。ここすねじゃないしね、絶対。え？すね？もしや膝ここ？これ絶対すねだと思う。あ、すねじゃない。膝だと思うんだけど。膝を組み立てるってことでいいと思うんだけど、全然まっすぐ入ってないな。なんか奥まで入らないな。どれが、なんかこの写真を見ると、かなり奥まってる？奥まで入ってるんですけど、これは、ここ、飛び出てるよね。もっと入るのかな。まあまあ。まあまあです。どうでしょうか。もっと入るかな。これもいまいち入ってんだか入ってないんだか。よくわからん。とりあえず止めました。そしたら、あ、これが飛び出てたら、もしかしてこれが刺さらんけん、ちょっとやってみよう。L2 の方がこっちだよ。入った。あ、いいね。浮いてない。L1 がキツネのお目々をマッチン。こうだ。できた。そして最後にレッグジョイントキャップを足のこっち内側だけん、足の外側ん？あ、違った。これは保管パーツでした。これは使わない。はい。OK。じゃあこれで今回は完成です。左の足は絶対これ膝だよね。すねじゃないよね。膝ってなるとここなんかな。まあいいか。はい、左のすねというかここまで足が完成しました。内側はまだなんだけど、じゃあ同じことを左側、これ左だったっけ？これ左だ。右側もやるそうです。なので、危ない。次号から右の足の組み立てが始まります。で、この前回作った43号で作ったこのふくらはぎガードはもうこれも保管です。だけどね、結局保管パーツがねいろいろあるんだね、まだまだ。はい、ということで次回は45号右足のブーツを組み立てるということで、この絵がついてるので、この右足を組み立て始めます。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。アイアンマンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、他の動画もぜひ見てください。そして、タンサックでは週に2回模型作りの生配信もしています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか？探索団はあなたの入団を待っちょよ。保管パーツがいっぱいだよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。ということで、今回はデアゴスティーニの週刊アイアンマンをご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。